3番の猪狩が前を抑えて誘導員をかわしていきました。5番の大江はどうするか、内を救ってもう一回前に上がるのか。しかし3番の猪狩もここは踏んでいく。残り600の鐘、3番の猪狩が前に上がって、5番の大江は結局2番手の位置。さあここは2番手を狙う形になっていった。残りが1周です。3番の猪狩が先頭、2番手もう引けない5番の大江が7番の辺見と並走している。1番の佐藤がこの後ろ、さらには6番のガモーと続いています。バックストレッチ。さあ3番の猪狩が先頭、2番手は7番の辺見が守りきった。3番手1番の佐藤で、この後ろには6番のガモ、2番の塩浦まくってくるがまだ後ろ。4コーナーから直線、猪狩が先頭、追ってくるのは7番の辺見、3番の猪狩だ。ゴールイン。2着最後6番のガモーが上がりました。